どうもエピでーす。どうもさあ皆さん、はい、早速ですが、はい、我々 IMP のグループカラーですが、はい、黒と何色でしょうか、はい、せーのでございますよ、はい、せーのマゼンタピンク。はい、急にクイズなんだ。全員で回答を導け、1人1文字7文字アンサー。回答が7文字になるような問題が出題されます。はい、各自該当する1文字を制限時間1分半以内にフリップに記入して最後に全員でフリップをオープンして回答が合ってるのかそこを挑戦していこうかなと思います。なるほどね。もうルール分かったよね。分かりました。大丈夫だよね。はい、どうしました。え、ビクション分かりましたの、はいです。分かりましたね。分かりましたの、はいです。あなたが分かってたらもう大丈夫だから。はい、はい、さあ早速始めていきましょう。さあそれでは早速始めていきましょう。はい、はい、最初の問題はこちら。でねでね、竜宮城に行ったのは誰でしょう。ひらがなで答えよう。え、こっちが1文字目か。そうだね。うんうん、はいはい、余裕ですね。これはもうだから、え、ウォーミングアップですよ。なるほど。でかボケなしでいこう。ボケなしで、え、元井からの順番だよね。そうだよ、はい、これ自分が何番目かっていうのを考えてくださいね。まあ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 、まあまあ1問目ですから。竜宮城に行こうよ、竜宮城に行こうよ。何それ、何それ。え、待って、ちょっと待って、一回怖っ。まあこれ、まあ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 最初ですから簡単だと思うんで。これ無理だったら棚なしですよ、うん、怖いよ、こっから、ね。さあ答え合わせしていきましょう、はい、一斉にフリップオープン。でーん、おー、いった。浦島太郎、はい、まあ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 、なめすぎ、さすがね。まあ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 、はい、これは、はい、答えは一応確認します。はい、浦島太郎、はいはいはい、はい、練習問題、まあもうこれも簡単、簡単でしたね、はい。さあ次の問題はこちら。はい、本能寺の変にて織田信長を暗殺したのは誰でしょう。はい、ひらがなで答えなさいということ、はい、そういう問題も出るのね。はいはいはい、これはね、もうね、常識、うん、ちょっと待って、え、常識です。これ ここで止まる。7文字の人物は出てきてます。多いな、選択肢7文字のいっぱいいるぞ。もう余裕です。え、マジ、え、バッキーマジ、ど忘れしてる。何にも頭真っ白。なんかさ、教科書とかで習ったやつって忘れちゃいがちだけど、まあまあね、これはもうね、織田信長の話で一番有名な話。いや、そうよ、そうよ。え、これやばいな。え、てて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 言ってるんだよ。やばいやばい、30秒前だって。やばい、筆が止まっております。え、マジ、2本目にしてそんなことある。常識だろこれ。大丈夫、ピンキーに惹かれるよ。つばきくんはね、ちょっと惹かれる。なんてのもありますしね。だよね、だよね。危ない危ない。はい。おお。それでは答え、オープン。じゃん。オープン。開けうみつつで。誰だよ。え、あら、あら、すごい。答え見ましょう。光秀。はい。お、正解はこちら。うわー、すごいやん。明智光秀、見た、知ってた、え、待って見た、天気今そんなにどうやる問題でもないけどね。でも、まあまあまあ、新た答えれてんのにリーダーとバッキー、え、切れてないでしょ、うん、自分が間違えた。え、何だと思ったのそれ。俺、うん、伊能忠敬か。覚えてない、測量士伊能忠敬、豊臣一派。あ、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、変なやつばっくん。開けう、これはやばいね。うわー、やばい、これは。明智光秀は知ってるでしょ。でも、あんま会ったことない。え、そうだよね。俺らって教科書とかでもあんまり、あ、そうだよね。あの、あんまり言わない方がいい。やばいやばいやばい。え、多分俺ら同じ年なんだけど、うん、ちょうどね、この年だけね。そんなわけないよ。え、ですよね。なってない、なってない、なってない、なってない。ちょうど97年生まれ組だけ、そう、一旦習うのやめたよね、これ。ない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 。ないじゃん。
早速次の問題いってみましょう。次の問題はこちら、はい、お笑い芸人さんとにかく明るい安村さんの2023年の流行語で空欄に入る単語は何か英語で答えなさい。はい、あーこれはもうね、なんで英語にしちゃうかね。いやいや、これが流行ったからだよ。えこれ日本語バージョンもあるでしょ。日本語バージョンを海外で、うん、披露して、はいはいはい、これで流行ったから。オーディション番組で大受けして、あ、うん、まあ、いわゆる逆輸入みたいな。はい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 、はい、何これ日本語は言っていいのかな。ダメか。いやダメじゃない、まあ、みんな知ってるよ、ね、これ。安心してください。あげますよ、うん、はい、Don't worry って言ってたね、うん、この前に。やばいですよ。やばい、本当に。これわかんないの、マジやばい。今を生きる若者なんだからさ、知っとかないと流行を。そうよ。確かにな。やばいよ。オッケーオッケー。いやー、その元の日本語バージョンが分かってたら、確かに。もうそれしかないもんだって。直だもんね。はい、はい、オッケーです。タイムアップ。それでは一斉にフリップオープン。デレン。デレン。デレン。ベリティニー。横。え、俺違う。なんか言ってたよね。今を生きるなんちゃらかんちゃらとか。今を生きる若者なんだからさ、知っとかないと流行を。え、ダセー。さくないか。正解はこちらでした。ウェアリング。ウェアリング。ウェアリング。だから。ウェアリングか。ここまでは合ってて、ガッチャンとバッキーも合ってます。はい。はい、俺横が一番引いてる。これは横の引くね。なんでかっていう。違うんだよ。いや、まずなんでかっていうと、そのウェアまでは出てこない、分かるんだけど、うん、I'm で現在進行形で履いてますだから、うん、どう考えても最後は ing なのよ、うんうんうん、Y ってどっから来たの。よかった。横。ふざけてる。無理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 。え、うわ。ちなみに何だと思って Y？ 何だと思ってない。正直響きしか覚えてなくて。ああ、はい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 。なんか言ってたなとしか覚えてない。それであんなよく強いこと言ってたな。いや、本当に。マジごめん、みんな。オーケー、全然全然。ちょっと一回悪い流れをリフレッシュして、はい、はい、ここから。さあ、次の問題に行ってみましょう、はい、次の問題はこちら。このワイン。戦国武将の徳川家康が読んだ句で空欄に当てはまる言葉は何でしょう。ひらがなで回答してください。泣かぬなら、うわー、なんだっけ、ホトトギスということで。なんだっけ、泣かぬならって。待って待って、いっぱいあってわかんないじゃん。泣かぬなら、俺昔ね、秀吉やったのよ、舞台で。お、そうじゃん。で、これ読んだの、出てきて一発目のセリフが秀吉バージョンのこれだったの。はいはいはい。あ、じゃあ3択から1個は消えるわけだ。そう、1個はもう信長はさ、分かりやすい。まあ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 、どっちかが大体悩むじゃん、うん、でもマジで思い出せない。思い出せ、思い出せ。やばい、待って。確かにこれさ、待って、でもさ、人を示してそうじゃん。来た。ほらほら、こういうことが起きるから。うわ、ずる。さあ皆さん、制限時間が来ましたので、はい、答え合わせしていきましょう、はい、一斉にフリップオープン。てらーん。泣かぬなら仲間で待とう。惜しい惜しい。ルフィだ。なんかいいこと言ってるよ。ルフィすぎる。仲間思いな。いいこと言ってるけど。すごいじゃん。正解こちらでした。よかった。逆の方だったね。分かってたでしょ、どっちかっていうのは。いや、ちょっと迷った。迷ったってことだよね。うわ、惜しい。これ惜しいな。聞いたな。だ、あなたが読んだらこれになるってことだよな。そうだね、確かに。仲間で待とうって、そう、ちょっと甘すぎるって。次の問題はこちら。てられられ。日本のことわざで2つのものを比較し形は似ているが全くの別物だという意味の言葉は何でしょう。え、形は待って待って待って、いや、応募しちゃう。え、ちょっと待って、待って待って、これ急にむずいの。え、僕もう分かりましたよ。マジ、みんなマジ。え、あ、はい。え、簡単簡単。絶対聞いたことある。 100% 絶対聞いたことある。ちょっとマジっすか。いや、合ってると思う、合ってると思う、俺は。いや、うん、7文字なの。え、わかんないよ。
あ、やばい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 これ。ダメだ。知識が問われる問題になってますが、皆さん書けましたか？はい、いいですね。はい、さあ、それでは一斉にフリップオープン。バラッ。笹でよ、リゲン。何語？まず横から言ってこ。じゃ、何だと思った？だから形は似ているが全くの別物でしょ。ザタッチですみたいな。ザタッチでしょみたいな。本質を捉えに行ってんだ。はい、俺も言っていい。幽体離脱。うわ、かぶってんじゃん。まさかの、まさかのかぶってんじゃん。みんな双子に引っ張られすぎ。双子しか出てこなかったマジで。そうなんだよな。俺言っていいっすか。自信あるでしょ。だって自信めっちゃある。みなとはマナカナだ。マナカナ。じゃあマナカナじゃないの。違う、マナカナじゃない。リーダーは合ってる。俺絶対合ってる。リーダーから見て同じなの。合ってないです。どの態度で喋ってたの今。俺からさ、ミナトも合ってるよ。いやいや、合ってる合ってる。じゃあ、いやだからじゃあ何？比喩表現。あ、もう頭悪すぎる。アホすぎる。よくそれでなんかその態度だよ、本当に。もう正解言ってやるよ。月とスッポンな。あ、言わないってそんな。言わない言わない。ちょっと待って、INP 頭悪すぎ普通に。いや、月とスッポンっていうよりマナカナって言ったらわかるじゃん。いやいやいや。だって最初にザタッチ出てくるもんね。そう幽体離脱出てきたもん。いやいやいや、ことわざって言ってんだからことわざ答えてよ。うわー、そうね。月とスッポンか、確かに。え、なんであんなに自信あったの？わかんない、俺も。逆に月とスッポンであーって言ってる意味が分かんなかった。やばい、やばい。みんながそこまで一番まずい。一周回ってたね。マジでマジで当てに行こうな。OK。 しかよ。さあ、それでは次の問題に行ってみましょう。次の問題こちら。2022年まで日本で一番高かったビルは何でしょう。22年。ああ、あれ、あそこか。マジ、ビルの高さなんかわからないよ。ビルっていう括りでしょ。はい。でもね、これ YouTube チーム側結構意地悪な問題。ニュースとか見てないとちゃんとピンとこないかも。はいはい、わかりました。あ、やっぱりね。あ、ちょっと危ねえわ。あってる、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 絶対あってるわ。違かった。ありがとうございます。ヒントは大阪にあります。それで大阪はじゃあ違う、はい、あー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 、大阪って、はい、なんだこれ。しか知らない。うわー、 INP 頼むぜ。最後でよかったかも。さあ、皆さん書けましたね。はい、書けました。自信ないでも。新たも大丈夫ですか？大丈夫じゃないよ。大丈夫じゃない。あの、制限時間って知ってます？じゃあこれでいきます。一斉にフリップオープン。じゃじゃん。じゃーん。ドベテハルビー。ドベテハルビーって何だよ。ドベテハルビー語感はいいや。うん、うわー、それか。わかった。今ので分かった段階は、この段階でドベテハルビー。はい、ドベテハルビー。はい、だからこの二人が合ってるから分かった。分かった、この二人で分かった。この、うん、ちょ、一旦変えてみない？これ見て、ここ2人絶対正解だから、うん、これ見た上でちょっと変えてみよう。ちょっとなるほどね。なるほどね。ここ分かってたから、うん、え、ハトルね。ちなみに俺もだよね。あ、そう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 、うん、ああ、そうか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 。もう分からないよ。ちょっと待って、何も分からない。ちょっと待って待って。どから始まるの、なんだ。確かに、何の予定だったの。なんだったの。なんか大阪だから、うわ、道頓堀入れとくかなと思って。入れとくやめて。道頓堀入れとけばいいから。7文字だから道頓堀。道頓堀なんとかでやってくれるじゃん、そっち。あとはみなとがどうにかしたい。道頓堀入れときゃいいやと思って。1文字でどうにもなんないから。そっか。さあ、それでは泣きの1回街道オープン。じゃあ、アベルハルカス。マニアマニアマニア。行ったでしょこれ。どう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 。いいわけがねえだろ。そもそも正解だったのに。いや、うわー、これ惜しい。惜しいね。惜しいのも惜しいもよくわかんないけど。あ、でも、はいはい、いや、合ってない合ってない。もうここにあの
潔い感じだった。残ってますね。うわー、これむずい。むずいね。これはちょっと難問でしたね。ここで我々、はい、IMP 縛りの問題があるみたいなんです。なるほど。来た来た、うん。ありがとうございます。これは当てないとね。来た来た。だからこれはもう逆に言うと答えられないとまずい問題なのかな。あ、なるほどね、はい。怖いこと言うじゃん。さあ、それでは問題はこちら。ちょっと待って、概念的な話、一人ずつ大喜利出してくってこと。ええ、まあでもなんか息合わせろってこと。そうだよね。なるほどね。待って、もうこれ一心伝心ゲームじゃん、これ、ね、俺一個思いついたけどな。え、マジでもこれ7文字で表すなら一個出てきたけど、表すというかなんだよな。まあまあ確かに俺も同じかもしれない、もしかしたらそれ同じかもしれなくない。同じかもしれない。しょうもねえな。思いついたけど、気持ち面でいきたいよな。だろうな、影は気持ち、ね、うん、気持ち、うん、早くない。俺なんかありそう、ありそう。あ、え、ちなみに影は思いついてんの。思いついてない。なんだよ、影の中に7文字がないと。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、まあ、まあ、気持ちというか、気持ちもそうだし、うん、まあ、あとあれじゃないですか、よく僕たちが口に出してるものじゃないですか。え、僕たちはこれをこう武器にというか。ああ、俺それ思いついたけど、それでいくか。確かにさ、揃えるってなったら7文字で表すだもんな。よく僕たちがそのいろんなところで僕たちの武器はこれですみたいな、うん、それ、ああ、なるほどね。それにするか。わかんないんだよ。いや、わかってるわかってるわかってる。リーダーブレブレじゃねえか。じゃあ書いちゃいますよ。オッケー、揃えよう。これは揃えに行こう。全然揃ってないから今のところ。さあ、違う気がすんな。書きました。はい、はい、それでは皆さん一斉にフリップオープン。ドーン。え、パロスマンス。何パロスマンス、パロスマンス。 IMP ってパロスマンスパロスマンスなの。パロスマンス、パロスマンス聞いたことないんだけど。ガチャン、ガチャンか。なんだと思ったの、ガチャン。揃ったダンス。揃ったダンス。あらたは何のすんの。ダンスグループ。あー、まあ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 。ただ俺らの頭の中になんとなくであったのはパフォーマンスだね。うわうわ、これ悔しい。悔しいね。悔しいな。俺の夢でもやってみる、ちょっと一回。リーダーの夢。リーダーね。俺の夢っていうか。え、影が思う、そう、夢っていうものさっきヒントでこれ以上もう言えないけど、あ、うん、まあまあ俺らのだね。 IMP を7文字で表すとってなるとちょっとお題が違くなっちゃうけど、 IMP の夢ってこと。夢ね、7文字、うん、これも結構みんなはあの口にしてる方ですね。口にしてますね。8文字だ。夢の一つ。そう、あ、OK。 じゃあ多分これか。えって、俺もえって思った。俺が全部出てきたやつ全部8文字だ。俺も最初そっから入った。大丈夫、いける。もうちょい柔軟に。柔軟に、柔軟に、多分合ってる。いけました。これ綺麗にいきたいな。うん、いけました。はい、はい、じゃあ IMP の7文字で表す夢。せーの、てれーん。マジやばい。やばいって。何何何何何。え、多分スラックと一緒だわ。タリサカドア、多分ガチャンと俺と横は同じ。そう、俺もこれしか言ってこない。なるほどな。多分俺はタクの言ってる意味を汲み取れた自信もある。え、何。じゃあ答え言っちゃいますよ、はい、大丈夫、はい、単独ドーム、単独ドーム。ちょっとだからそのまあまあまあ、はい、あ、違った俺が。で、ガチャンと俺と横はアリーナツアーだね。アリーナツアーですね、これ。俺は全国ツアーだった。あー、まあ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 。で、
ささ、あの、え、コンサートツアー、あ、コンサートツアー、コンサートツアー、8文字だ、今気づいた。まあでも、みんな答えは合ってないけど、みんながやりたいことは一つ。無理やりすぎる、無理やりすぎる、そういうこと、一つなんです。強引に言ったけど、うわー、でもこれちょっとね、やりたかったね、ちゃんとね、バッチリして、ね、悔しい、悔しいね、悔しさ残るけど、うん、いやでも結構面白かったね、面白かったね、面白かったね。さあ、というわけで、はい、全員で回答を導け、一人一文字、奈良もちゃんさんでした。バイバーイ。